今日は楽しい動画を作ります。ブルーのね、舞台をやった時に楽しいことが好きな人たちがすぐ差し入れしてくれてるの、楽しいもの。楽しい人たちが楽しい人たちへ、面白いものを面白い人たちへ、つながりつながりでできてます、この動画は。すっごい楽しそうだもん。いやだからみんながこれはさ、これやばいと思ってみんな手を出してなかったんじゃん。差し入れてくれてる人は絶対スカイサンタがすっごい面白くしてくれると思ってくれてんじゃん。いや間違えてるよ。俺はもう絶対勝ち進み見えてる。見えてる。そう、俺これは無理かなと思ってた。お前はね、お前はこれは無理かなと思ってた。これは無理かなと思ってた。はい、戦いだから。じゃあ大地ここね。どう戦うの？何個入れられるけど。せーの、スタート。1。ああ、もしよい。やはー、もう一回やろう。え、もう一回やろう。もう一回。今俺勝っちゃったな。3球しかないのよ。3球しかない。で、順番にやっていこうっていう。ああ、はい。ああ、1投目ミス。ああ、お前も1投目ミスだ。2投目よー。さすがの大塚さん。まさか右手を駆使したあのシュートを打てると思いませんでした。ああ見て、戻った。戻った。もう一回できる。奇跡の戻りがありましたね。ここでさあどうなるか。ゴール。さすが中田さん、指が太いだけあります。ありがとうございます。指の太さがこのゴールのキープ力って言われてますからね。指の太さがゴールのキープ力。ああ、惜しい。ここは決めなければならないところだった。今惜しかった。ここやっぱここ、これがなければ入ってたよ。なるほど、こう難易度が上がったことによる弊害がここに出た。そう。ああ、うわー、戻らないよ。サドンデス。サドンデス。サドンデス1投目。ああ、惜しい。指細すぎた。細い指はやはりキープ力がないのか。太い指のキープ力、中田のサドンデス1投目シュート、ゴール。対面良かったです。これは面白いゲームでした。次のゲームに行きましょう。はい。あ、この差し入れすごいでしょ。面白さの中でも 1,2 を争うと思う。ほー。今や PS4 が出ているこの時代に、まさかのテーブルゲームで面白さの 1,2 を争うゲームがあるとうちの大塚が申しておりますので、この様子を一部始終お届けしたいと思います。まず、今こちらが、これは多分ボールです。おー、綺麗。で、この四角、この四角で、これがチョーク。チョークまであるの。これがその夢のサイン。夢のサイン。おー、すごい。何これ。あ、夢のサインちゃんと2本あって戦えるんだね。え、すごいじゃん。もう一回つける。はい、それではね、結構ライナー目でいこうか。そうだな、ちょっとライナー目で。7割の力で、ライナー目で。7割の力で、ライナー目でお送りしたいと思います。で、じゃあ、ナインボールでいい。ナインボールでいきましょう。やったことありますか、皆さん、ビリヤードは。ナインボールはナインを落としたほうが勝ち。そう、ナインを落とせば勝ち。あとは何を落としても意味ないの。そう、意味ないゲーだよ。意味ないゲー。それがナインボール。面白さの 1,2 を争うゲームは意味ないゲーです。まさかのですよ。お前も衝撃受けてたな今で。ナインボールはこういう形にしますね。ダイヤの形ですね。9がここで、1がここです。そう、それだけ守ってくれればいいから。そう、正式には順番あるんですよ。でもいいですか。いいです、そこはいいんですよ。そういうことじゃないですから。じゃあ最初にあれやろうか。どっちがここに近い、あのここに近いかゲームやろうか。ああ、なるほど。当てて、こっちに戻ってきて、そこに近い方が優勝と。いきません。遠いですね。かなり遠い、一番遠いぐらい遠い。地獄の難しさ。落ちちゃった。一番遠いですね。一番遠い。落ちちゃった。じゃあ俺からかな。すっげえ難しかったな。よしよしよし。最初のブレイクショット。ブレイクショット、そう。落としたね。結構落としましたね。じゃあまず2から。そうです、落としますね。
番号の低いとこから落としていきます。5に触ったら絶対ダメだからね。大丈夫です。あーおー、あー、それでは江藤さん、どうぞ。江藤がプロハスラーの江藤江藤、いきます。危ない。江藤です。このまま9番も落としちゃう。やばい、江藤やばい。江藤の得意のパターンですね。江藤のショット。まあいいですね。今7番を落としました。いや江藤今の動き見た、いい動きだった。こっからこうやってここも揺らしたから戦況が変わったの。ここにまとまった戦況がここにこっちに行ったから、ね、さすが差し金さん、差し金さん。5番落としつつバックスピンで江藤いきます。これはね、もうあの差し金的にはかなり簡単なシュートになりました。差し金的には次は8番をやらなきゃいけないからかなり強めにここに打って、そうですよ、そうですよ。でもこのまま戻してここに、じゃあ差し金鬼のシュートを見せますね。差し金の鬼四駆。じゃあいきますよ。おお、なんだそれ。これが四駆なんだよか。いや、ダサー。でも見てください、よく見てください。あ、これここに当てなきゃいけないんですよ。差し金それに球があるんでこれに当てちゃいけないんですよ。差し金これは難しいですよ、差し金。いや、江藤の苦手パターン入りましたね。あ、江藤どの技でいきます。江藤だからちょっと、うん、こっち回転気味でこの辺でこうさすが江藤は回転の魔術師ですからね。さあ江藤風を読んで江藤スペシャル出るか。さあ江藤スペシャル出るか。行くぞ江藤、行くぞ行くぞ。ゴール。あ、当たった。危ねえ、当たった。当たんなかったら自由なとこから打てちゃうんだもんね、確かね。そう。カササギ。カササギだっけ。差し金。差し金はここに当てて、こいつがここに当たってここに当たって、こいつも落としてこいつも落とすと。一投で全部落とすと。差し金のパナソニックシュート。一名前がダサいですね。もう入った。あー、惜しい。なんと痛恨の球落としつつも後ろ落ちちゃうやつ。どんな球でしたっけ。こことかに置いて。あ、そうだね。でこれ自由だ。そう、自由だよ。もうこうでしょ、それは。いやー、これ参ったな。江藤の得意パターンですね。江藤得意パターンですね、これは。江藤何シュートでいきます。カバ、もう江藤のカバシュート。3-9-5。惜しい。よっしゃー、やべ、終わった。はい、あ、やばい。江藤、はい、100円かける。今から。こんな負けそうなタイミングで江藤このゲーム100円かける。分かった、俺にプレッシャーをかけて500円。どうしよう。逆にプレッシャーがすごい。なんだこのこのゲーム、俺の小銭事情まで把握されていたんだ。いくぞ。えとうの、あれ100円ゲット。無駄に500円かけて100円をゲットしたえとう、安堵の表情が浮かびます。あー、よかった。それではね、えとうさん、はい、決勝にえ駒を進めることになりまして、えとうさん、村田さん、村田村田さんはね、掛けビリヤードを一時期やっていました。掛けビリヤード、掛け事はダメなんだもんね。あ、そう。じゃあダメだから返してもらうね。うん、ダメだ。もちろんダメだからね。大ちゃんね、なんだっけ、村田。ダメだ。村田、あいつだろ。ダメだから。はい、すいません、なんか。ダメなんだね。すいません。江藤。